日陰の至らぬ里はなけれども眺める人の心にぞ住む。というわけでよろしくお願いします。神社仏閣オンラインの編章です。今回はですね、初めての浄土宗ということで、浄土宗、まあそもそも仏教を学ぶのも初めてだよという方でも見れるような、そんな動画にしていこうと思っておりますので、初めての浄土宗とさせていただきました。じゃあ早速ですね、本日の内容はどんなものを紹介するかというと、この本から紹介していこうかなと思っております。こちらはですね、浄土宗談心と法典という本になっております。でこれは何かと言いますと、浄土宗の檀家さん向けに浄土宗の宗務長が出している本なんですよね。それではですね、今回の動画の流れですが、まず仏教ってどんなものかっていうお話をさせてもらった後に、浄土宗に徐々にシフトをしていっていこうと思っております。まず仏教とは何かなんですけれども、一言で言うと悩みを修行でなくすことを目指す。でこの修行で悩みをなくなった状態、この悩みがなくなった状態を悟りと言います。それを目指す方法というのをインドで王様をしていたお釈迦様という方が見つけられたんですね。その見つけられた方法というのが、やがてお経というもので、文字に書き起こされて、そしてそれが中国を渡って日本に来たという流れとなっております。その仏教なんですけど、大きく2種類の仏教があります。一つが大乗仏教、もう一つが上座部仏教です。私たち日本にいる、多くの宗派、大乗仏教という仏教に属しております。大乗仏教は途中から出てきた仏教なんですけれども、当時のそれぞれ修行僧というのは、みんな自分自身がいかに悩みをなくすかということに特化して修行をしようとしていたんですけれども、大乗仏教を唱えた人たちは、いや、もうみんなで悟りに向かうような、みんなで船に乗って、それで、悟りというところに向かう、そのようなイメージでみんなで修行をしようよ。これ利他って言い方すると難しいと思うんで、要するに他の人のためになること、良いこと、これを中心に修行していこうよということで、それで大乗仏教という考え方が出てきました。みんなで悟りに向かおうよ、利他が大事だよ。これが中国を渡って日本に来たので、その関係から日本では大乗仏教が多いということになっています。日本の大乗仏教の中で浄土宗というものがあるわけなんですけれども、まずはその教えの根幹をお伝えをすると、先ほど悩みをなくす、修行をして悩みをなくすと言いましたが、修行をする場所はどこで修行をするのでしょうか。この世ではなく、実は浄土宗の場合はこの世でも修行はするんですけれども、あの世、要するに極楽ですね、亡くなった後に生まれ変わる場所、極楽浄土で修行をするというのが浄土宗の基本的な考え方となっています。なんでこの世の中で修行をしないのというと、凡夫という考え方で、凡夫というのは悟りをこの世で開くことが極めて難しいような愚かな存在ということです。私もそうなんですけれども、やっぱりそのこの世の中ってもう本当に迷うものばっかりじゃないですか。例えばゲームであったりとか、何か美味しいものを食べたいであったりとか、もう本当に身の回りに迷う要素がいっぱいありすぎる、それに惑わされるような存在、そんな凡夫はこの世の中で悟りに向かうのは難しいでしょ。じゃあどこで修行したらいいのかというと、阿弥陀さんという仏様が用意をしてくださった極楽浄土という修行場に行く、そこで悩みをなくす方法を探っていく、修行をすることによって悩みをなくしていこうよ。じゃあそもそも阿弥陀さんって何なの。阿弥陀さんというのは、阿弥陀如来というのが正式な仏さんの名前となりますが、もともとは王様なんですね。王様だった頃に悩みが多かった時に仏さんに出会って、要は悟りを開いた、悩みのなくなった方に出会って、どうやったらあなたみたいになれるんだろうかということで修行に入られました。その時に、私はどんなことをすればいろんな人を救うことができるんだろう、まさに利他ですよね。
どうすればリターンをできるんだろうかって考えて、あ、そうだ、自分自身が修行しやすい環境を作ればいいんだという結論に至った。それが極楽浄土という国を作る。それ仏国土、まあ、仏さんの国っていうので仏国土って言い方をするんですけど、それを作るということを考えられましたと。まあちょっと難しくなりそうなのでもう一回戻しますと、要するに悩みをなくすっていうのが仏教の目的。浄土宗ではその悩みをなくすために、この世の中で生きているうちになくすのはなるべくなくしたいけど、全部はなくしきれないので、それをなくなった後にもなくす修行をしていくというふうに考えています。で、その修行場が極楽で、そこには、阿弥陀さんの国なんですけれども、そこに行くために念仏を唱えることで阿弥陀さんの国に生まれ変わる、亡くなった後に生まれ変わることができると考えています。で、これはなんでそう考えたかというと、ちゃんと根拠になるお経がありまして、3つのお経が根拠となっています。ちょっと名前は難しいですが、さらっと言わせてもらうと、無量寿経、観無量寿経、それから阿弥陀経というこの3つのお経がありまして、この3つの経を根拠として念仏を唱えることによって極楽に生まれ変われる。念仏って何かというところなんですけど、念仏というのは南無阿弥陀仏とお唱えすること、口に唱えることを念仏、口唱念仏という言い方をしますが、口に唱える念仏をすることで極楽に生まれ変わることができると浄土宗では考えています。南無阿弥陀仏って何だろうか。南無っていう言葉がちょっとキーになってくると思うんですけど、ナムというのは皆さんも馴染みのあるナマステのナマスと一緒なんですよね。ナマス、ナムというのは何かというと、これは、まあ、その後に来るものに帰依します。帰依っていう言葉難しいと思うので、お慕い申し上げますという意味になります。じゃあ帝って何っていうと、あなたっていう意味で、あなたをお慕い申し上げます。すごいいい挨拶ですよね。ナム阿弥陀仏は阿弥陀仏様をお慕い申し上げます。このように阿弥陀さんの名前を唱えることによって、阿弥陀さんが極楽に亡くなったと連れてってくれるというふうにお経本に書かれているので、お念仏を唱えている。じゃあ念仏を唱えることによって極楽に生まれ変わって、そこで修行をするという今の考え方はどうして得られたのかというのは、法然上人という方がこの宗派始めたんですけれども、法然上人の一生の中で禅道大師という方の書いた本に出会って、その結果念仏というものが極楽につながるんだ、そこで修行すればたくさんの人が救われるんだということに気づかれて、そこから法然上人は浄土宗という宗を改宗されて浄土宗が始まったというような歴史となっています。すごい大まかな歴史になってますので、もうちょっと細かめに話をしますと、法然上人が生まれた時というのは、まあ、まさに源平の合戦のような時代です。1133年いい耳と覚えてください。で、法然上人亡くなったのは1212年です。9歳の時に父親が殺されてしまいます。父親が殺された時に法然上人は仇討ちをしようとなったわけではなくてですね、父親から言われた遺言をもとに仇討ちはしなかったんですね。じゃあそれはどんな遺言かというと、憎しみは憎しみを生むだけ、恨みは恨みを生むだけだから繰り返してしまう。たとえお前が仇討ちをしても、その息子がお前を殺すかもしれない。そんなような恨みの連鎖から抜けてしまって仏の道に入りなさいと。で、その遺言をもとにして法然さんは恨みもあったと思います。父親をなんで殺されたんだという恨みもあったと思うんですけれども、あえてそこをぐっとこらえて修行に入られました。そこでですね、ものすごい非凡な才能、この人は天才だということで、その当時の仏教の中心だった比叡山に行くんですけれども、なかなかその比叡山の中での修行で自分が一番理想とする救いの道というのが見つけられなかったんですね。で、そんな中どうしようどうしようってなっている時に、禅道大師の本に出会って、あ、念仏を唱えることによって極楽浄土に生まれ変わることができる、これはとても簡単だし、私たち愚かな身でも阿弥陀さんの力で救われる、これが一番いいんじゃないかということで、そこから念仏を広めるようになりました。でですね、
この法然さんの考え方というのは、65歳の時に病気で倒れられるんですけれども、なんとか残してほしいと九条兼実さんという、その時に法然さんを支えていた貴族がおられたんですけど、その方から言われて66歳の時に千着本願念仏集という本を出されました。この本の中で今の考え方、まさに浄土宗の教えというのを書かれております。もしご興味ある方はその本も読んでみていただければと思っております。でその後にはいろんな弾圧が待ってまして、念仏っていうものをやめてしまえといったようないろんな動きが起こってきます。そんな中でも罪になって飛ばされても、その地で念仏を広めたり、でその結果今でも浄土宗は続いているというところになります。では先ほどの禅道大師ですね、この方は、中国で浄土宗の元となる浄土教という教えを広められていた方になるんですけれども、禅道大師は法然さんとは時代の差があります。なので実際出会われたわけではないです。本を通して出会った、それからもう一個ですね、夢の中で出会ったと言われています。その時法然さんが禅道さんと夢の中で会った時の禅道さんの姿がですね、半金色と言い方をするんですけれども、半分金色だった。金色なんでだっていうと、仏さんの修行を極楽で禅道さんはされていて、その修行が半分ほどいって仏さんになりそうな段階、要は悟りを開きそうな段階になっておられた、悩みがなくなりそうな段階になっておられたので半金色だったということで、禅道大師の像というのが浄土宗のお寺、いろんなところ行ったらあるんですけれども、まあ、ちょっと古いと色が落ちちゃってるかもしれないんですけれども、基本的には金色が半分というような形になっております。でですね、この禅道大師さんはまさに師匠なわけですよね。禅道大師さんと法然上人が二祖ということで、浄土宗では二祖という言い方をさせてもらっています。さて最初にお伝えをした月影の歌のご説明をさせてもらおうと思います。これはですね、浄土宗ってどんな教えなのっていうところで、南無阿弥陀仏を唱えることによって阿弥陀さんの力で極楽に連れてってもらえるということをお伝えしたんですけど、この阿弥陀さんの力というのが月と、まさに月の影、影っていうと、まあ、影って黒い影かと思うかもしれないんですけど、個々でですね、影ではなくて光なんですよね。この月の光と阿弥陀さんの力というのを、これをイコールと捉えた、そういった比喩を使った歌となっています。月影の至らぬ里はなけれどもということで、仏さんの力っていうのが届かないところはない、だから念仏を唱えたら必ず極楽浄土に行くことができる、だけどその仏さんの、その慈悲ありがたい心を救おうっていう思いっていうのが、受け手側がちゃんと受け止めていないと届かないよというのが、月影の至らぬ里はなけれどもの後に、眺むる人の心にぞ住むということで、まあ、月の光っていうのはどこにでもある、まあ、当然この東京とかでも外に出れば一応月の光っていうのは見えますよね。ただその月の光が綺麗だなと眺める人っていうのは、やっぱりその眺めないとそもそも綺麗だなって思わないです。こんな家の中で動画を撮っていては月の光は見ないわけですよね。逆に言うとですね、阿弥陀さんの方をしっかり向いて南無阿弥陀仏とお供えをすれば、必ず、極楽浄土に生まれ変わることができますよと、そういった教え、それを、歌にしたものとなっております。めちゃめちゃ簡潔に、まあ、普段の私の動画よりはだいぶ真面目に話をさせてもらいました。まあ、なぜかというと、ある程度しっかり話をしておかないと、まあ、あんまり砕けすぎてもどうなのかなと思ったので、今回真面目に話をさせていただきました。はい、皆さんお気づきでしょうか。実は私の背景、いつもと少し変わっております。ご存知ですかね、カレンダーですね。はい、ということで、まあ、カレンダーにあまり見えないかもしれないんですけれども、赤べこのカレンダーになります。来年は、何年でしょうか。牛ですね。牛といえば赤べこですよね、ということで、はい、来年も赤べこバリバリでやっていきたいなと思っているところです。いろんなお坊さんとのコラボであったりとか、あるいはお寺神社紹介をサラリーマンとやってみたりとか、そういった
いろんな神社仏閣に関してのコンテンツというのを作っていきますので、このチャンネルいいなと思った方はぜひチャンネル登録、それから、この動画良かったよという方は高評価であったりコメントだったりいただければと思っております。それでは、本年も、お世話になった方、大変お世話になりました。また今回初めて見ていただいた方も良ければ引き続きよろしくお願いいたします。では、良いお年を。失礼いたします。